それですからフォルムにあらずということで否定形ということになります。でそこに書いているように1940年代半ばから1950年代、つまり第二次大戦の終了後ぐらいですね、終わった頃に、まあ、フランスが解放された時あたりですね、フランスを中心に激しい抽象絵画による美術の方法があったということなんですね。で同じ頃にアメリカでも、新たな動向がありました。それはアクションペインティングという名前が付けられました。かたやフランスのそういう、まあ、よく似たようなと言われるんですけれども、そういう動向はアンフォルメル、あるいはタシスムとか、そういうふうな呼ばれ方をしました。やっぱ呼び方は一つだけじゃないので、いろいろありますけど、まあ、代表的な呼び方はアンフォルメルですね。まあ、いかにもフランスらしい、フランス語らしい呼び方、響きを持っていますけれども、第二次世界大戦の傷跡が言えない1945年前後のパリのギャラリーでデュプフェという作家、あるいはポートリエ、マッチュ、ボルスが絵の具を激しく盛り上げ、形を失った人体像などそういうものを表現して、まあ、どちらかといえば抽象的な表現に近いものを描き始めていたということですね。特徴は人間自体に対する否定を含む激しい絵画であり、素材感やマチエル絵の表面の肌合い、これらを重視して形が失われるほどの抽象化を進めたというそういう動きがありました。それを今日は見ていきたいと思います。だいぶ図の方を載せておきましたけど、ちっちゃいのでよくわかりませんが、今日はそれ拡大していきたいと思いますね。それで今モンドリアン、前回はカンディンスキー、見せましたけれども、その前はキュビスムですね。なんとなくこう頭でっかちで分かるんだけれども、ちょっと理論っぽいなっていう、頭で考えた感じがあるなっていう進め方でした。ところが今日はですね、今日のこのアンフォルメルは違うんです。まあ、左側の5人ぐらい紹介していきますけれども、右側は皆さんが行った異彩第二の基礎です。絵の具ぐちぐちやってなんかわけわかんないけども描いちゃったよっていうのが右側に並んでいますよね。でアンフォルメルの作家たちも実は皆さんがやったのよく似た活動をしていたんです。ですからこの部分においては皆さんね、すごく理解しやすい、スーッとこうね、入ってくるんじゃないかなって思いますね。アートアンフォルメルと呼ばれる動向です。最初に紹介するのはですね、この右上のね、ちょっとこう不気味な陰りを持ったポートリエさんなんですね。彼はですね、戦争に出かけていって、ガス中毒になったらしいんですね。毒ガスかな、それでだいぶ体を壊してしまったという、そういう経験を持っている人なんですね。で彼が対戦後、戦争が終わってから注目されたのがこういう作品です。大きな絵じゃないです、案外小さな絵が多いんですよ。でね、なんだこれやって思うと思うんですよ。これ絵がなんかぐじゅぐじゅしたね、壁の汚れみたいな、そんなものみたいに見えるわけですね。一体何描いてあるんだよこれはって分かりづらいです。で実はですね、これ右側からホートレが絵描いてるところなんですが、これ一番有名なもの、一番っていうかな、有名な作品の一枚なんですけどね。これね、ちっちゃいですよ、大体こんな大きさなんですよ。何なんだこれはということです。大の大人がですね、なんでこんなものを描いたの、それからどうしてこんなものが評価されてんのよ、美術史に残るほど評価されてんのよって、不思議に思っちゃうんですよね。まあこれよく見るとですね、この辺にあるのが目かなって思いますね。で鼻が長いが切って、ここでちょっと口だよな、まあ、これは光が当たってる顔らしいし、でこちらの影が、これがまあ頭かな、人間の頭だけかなって思ったりしますよね。で薄く色がつけてありますけど、
まあ、戦後あたりからやってる作業っていうものは大体石膏とかそういうものをキャンバスとか板の上にボソボソな状態で塗っていくわけですよ。いわゆるデコボコした状態を作って、そこにさらさらっとね水性系の絵の具で描いて、っていうことはね、いわば昔の方たちはフレスコです。壁の絵を描くフレスコ、フレスコって言うんでね、石灰が乾かないうちにその日の分だけをこう水性の絵の具で描いて、そうすると乾燥すると絵の具と石灰が一体化して非常に強固な色が鮮明な画面ができるという、それがフレスコなわけですよね。壁画です。それと同じような方法でですね、このキャンバスの上でただデコボコのザラザラの状態を作って描いてみて、そういう方法で、ただ描いたものはわけわからんものだねっていうことですね。はい、これなんです。これ石膏がちょっとナイフでね塗り広げられたっていうのが分かりますよね。大体まあ6号とか10号とかそんな小さなものになると思いますけどね。これもそうです。やっぱりちょっとこれ買おうかなって思いますよね。これは口だよね。これグジュグジュしただけじゃない、これ有名なんですよ。一体これ何なんだろう、そういうことを思うと思います。まあ、なぜこれらがですね評価されているのかっていうのはちょっと分かりづらいところはあるんですけども、やっぱり当時の時代っていうものがこのポートリエの作品を評価したんだろうっていうふうに考えることができると思いますね。当時の時代っていうものは第二次大戦が終わった頃です。で結局ヨーロッパ自体が第二次大戦でぐちゃぐちゃになっちゃいましたから、都市は崩壊してしまうし、あとは戦争で多くの人が死んで、そしてやっと、新しい、生活が復活してくるという、そういう時かな。だから、いわば人間不信というか、あるいは文明不信というような、そういう風潮がね当時あったんじゃないのかなって言われています。で、ここに表されている人間の顔とか、あとピッと押しつぶされたような物体っていうものは、おそらく当時の人々の精神状態というか、あるいはヨーロッパの風土の状況というか、時代性というかな、そういうものを象徴しているような捉え方ができるんじゃないのかなって言われているのが評価の理由だと思います。ですから自らにね悲しい苦しいっていうかな、ギュッと圧迫されたという、そういう辛さみたいなものが伝わってきますよね。来ないかな、そこの部分なんですよ。だから何が描かれているのかというよりも、何が伝わってくるのかっていうことだと思うんです。そうしてみると、前回のカンディンスキーがですね、内面性を重視するということを言っていたわけですね。見え方よりもそこの部分で共通するところがあると思います。精神的にギューッと伝わってくる部分、それがこのフォートリエの潰されたようなこの街絵というかな、痕跡の中に込められているということが言えるのかもしれないと思います。それからね、似てるようで違うんですけども、次に紹介しますのデュピュフェさん、このおっちゃんです。ハゲ頭もね、彼はいろんなことやってますけども、一番最初はやっぱりこういう、これはですけど、この辺りからやったんですよ。これはまたね、まだよく分かんないなという気がすると思います。ですね、ぐじゅぐじゅと書いてある、やっぱりマチエールありますね、材質感がありますけれども、小さいところがない。これ左側、やっぱり石膏あたりでね、最初に地塗りを作って、そして引っかいてるんですよ。これ、女性の体をこう全体的に見るとちょっと太ってますけどね、表しているわけですね。で極端なまでにこの強調して、頭を小さくして、体がズーンと足の太い感じで描いていますよね。で、グロテスクな雰囲気すら感じるわけですよ。ほとんど色は使ってないです。右側、この変なおっさんという、そんな感じの眼鏡かけたおじさんですけどもね、綺麗なもの、美しいものを描くとかっていうのとは逆にですね、やっぱりこのデビュー系の場合にも、
獲得されたあの人間の精神というかな、そういうようなところをあの響いてくるような、そんな感じがあります。あと右下、黒で赤でね、あのちょっとひょうきんな感じでユーモラスに書いてありますけども、このデュピュケという人はあの何に着目していたのかっていうと、壁の汚れとか道路の舗装の凸凹であるとか、それからあと児童、子供の絵画、そのあたりのところを非常にね、好きというか関心を持った人なんですね。はい、あとはちょっと精神異常な人 の作品というか書いたものとか、そういうものにも関心を持っていたわけです。それでこれも左側はよく見ると顔だと思いますけどもね、これはね、髪の毛があって、この辺がちょっと、まあ、鼻、こちら側が顔の正面かな、これ人物ですよね。非常に極度にデフォルメをして画面いっぱいに押しつぶしたようなね、脱色したような、そういうような人物像、まあ、この時期は原則人間を扱っているということかもしれないですね。まあ、通常使うような道具の使い方とか、ね、材料の使い方をしていないわけですね。その時にまあギョッとするような印象をね、人に残すというところを狙ったとも言われています。インパクトは強いですね。こういう作品からですね、次第に、次第というか一気にというかな、こんな作品に映ってるわけです。まあ、モダンといえばモダンだし、なんとなくこう、デザイン的かもしれないですけどね、マチエルじゃないんですよ。こう模様の組み立てというか、自分がパズルというかな、そういう表現に入っていったわけですね。で、これは額縁に入ってますけども、結構ね、おしゃれな画面。これはとっても綺麗ですよね。最初に描いたあのぐじゅぐじゅの押しつぶしたような、ああいうその、抽象と比べると、感じつきもそうでしたね。後半になるとちょっとミクロのいろんな原生動物が遊ぶような浮かぶような感じの抽象に入りましたよね。同じような動きがちょっとあるなとは思いますけれども、ユーモラスな穏やかな形、綺麗な色彩、それが並べられていることで全体の雰囲気を作っていくという、そんなところに動いていっていいわけですね。それでそれが今度は立体になっちゃうということです。それもね、これは自転車に乗ってる人ですから、非常に巨大なですね、彫刻に変身しちゃっていますよね。でこれを結構たくさん作られて街中に置かれていたりするわけですね。まあ、だからデュピュケがいかに評価されていたのかということと、それからまあ平面から立体までのね、彫刻と絵画から彫刻までがいろんな展開をしていったということがよく分かるわけですね。ダイナミックな動きをした人です。でもどうしてもこれ抽象表現ですよね。